市場境界なんてなくてある当たり前の日々を、yeah、いつも通りの朝がワッツラで笑う初回不明のまま You can learn instead 始まりの今ちょっと潜んでるこの街のどこかだけど今日も徐々に なんで俺がそんな重要な役割を果たさねえといけねえんですか。他の人頼めないことだから、私から人に頼んでるんだよ。今回、異変じゃなくて調査すよ。なんで俺の能力を必要としてるんですか。今回に関しては、異変と似てるかもしれない。そして、金の力が必要になってしまった。悲しいだけのことだよ。んなこと言われても、俺、学校生活があるんですよ。それと両立しろって言うんですか。うん、そうなっちゃうね。悲しいかもしれないけど、今回ばかりは無理を言わせてもらうね。そんな、俺そろそろ試験だってのに、こんな、試験終わってからにしてほしかった。悲しいとこそこなの？学生にとってはすごく大事なものなんですよ。それを差し置いて調査に協力だ。ふざけたこと抜かしてんじゃねえぜ。うん、学生にとってはすごく大事かもしれないけど、今回は本当にこっちを優先してほしいんだ。学校の先生に伝えておくから、だからお願い。いや無理ですね。試験の方が大事なんで無理っす。この話はまた今度にしてください。それは困るよ。本当の金の力が必要なのね。学生の本業は学校生活なんだよ。学校生活を潰されてたまるかってんだ。君がそう言うなら、無理やりにでも協力してもらうよ。騒がしいな、どうしたの？ジュディオー。助けてくれよー。諏訪子さんが学校放置しろって言うんだ。あ、そっか。そろそろ学年末試験だから放置できないんだって。試験大事なのに。学年末、頑張らなきゃいけねえのにひでよ。とりあえずな、学年末は頑張っていいと思うよ。そもそもそっち優先しなくちゃいけないんだからさ。お前は優しいな、ジュディオ。後でご褒美あげるからな。え、じゃあメガマックスマスカットボンボン作ってくれるの？ああ、メガマックスマスカットボンボン作ってやるよ。ここで説明、メガマックスマスカットボンボンとは、ジュディオのお気に入りのお菓子である。ただしこれは二次創作設定なので、原作とは全く関係ないので気をつけてください。じゃあ諏訪子さん、俺から条件を出させていただきますよ。その条件を了承してくれるなら協力します。条件、わかった。国が言う条件に従うよ。一つ目、俺には学校生活があるんで、それを邪魔しない。二つ目、なるべく協力はするが、口出しはしない。三つ目、俺の私生活に文句を言わない。この三つを守れないなら、協力はできねえっす。この条件を了承した後に、条件の変更を申し出た場合は協力しないことにします。仕方ないか、私生活があるなら大丈夫。わかった、その条件、了承させてもらうよ。なんだろう、あの日から、何か、誰かにストーカー、されてる気がする。でも、妙だな。学校終わったっつうのに気分悪いな。困ったな、どこへ逃げるべきか考えねえとな。さっきの、そうか。妙な違和感は、それだったか。報告はしないとな。するのに、でも、あの青いやつ、どっかで見たような。あ、もしかしてあいつか、なおさら報告しねえと。本当にすみません。わざわざおごってもらって。全然大丈夫だよ。気にしなくて。大事な話って聞いたからおごろうかなってことになっただけだよ。ありがとうございます。早速本題に入りましょうか。一応聞いておくけど、あの話で合ってるよね。あの話以外あります？そんなくだらないことで僕は呼び出せたりしませんよ。ごめん。一応聞いてみただけだよ。先ほど、上介から連絡が入ったんです。そしたら僕ら二人を家に案内した青いハリネズミが彼の目の前を通り過ぎたらしいです。そんなことあるの？とは言っても、目撃情報があるなら本当だよね。これを僕たちでどうにかしないと。と言われたんですよ。どうにかできたらしてるんですけど。言うと思って、資料いっぱい揃えてきたんだよ。この前押しかけと言った時に揃えたんだ。やるじゃないですか。お手柄ですよ今日は。それじゃあこれを元に調査していきますか。